飛行機の設計や整備の部分に憧れました。飛行機に興味がすごくあり、まあ、大学はすごく自分の好きなことをしたいと考えて、やっぱり飛行機が一番興味を持ってたので飛行機に興味のある大学を選びました。まあ、高校の時に文化祭実行委員会をしていて、でそこから文化祭というものに興味があり、で大学の学園祭は本当に学生だけが主体となってやるというのをしてたので、それをきっかけに、伊勢理祭実行委員会に入りました。飛行機が好きということもあり、ジェットエンジン内部の渦構造に関する研究を行おうと思っております。で、ジェットエンジン内部の渦構造に関する研究を行えば環境負荷にも関わらないのようになるのではないのかなと思っております。思い立ったら速行動という部分を大事にしています。学園祭実行委員会を通じて、やはりその思い立っても一歩進むのに遅れを出したらそこですぐ全体的に遅れてしまうので、もう思い立ったら即行動、即なんでしょうね、相談したり即決めたりっていうところが大事だと学びました。私自身飛行機に興味があってこの大学を選びました。皆さんも興味があるところがあればその大学のオープンキャンパスに行って雰囲気や施設環境など見てみてはいかがでしょうか。